雪の町幻想文学賞は、株式会社企画集団プリズム発行の雑誌、雪の町通信が主催する公募新人文学賞。1990年に創設された。雪をテーマにし、その幻想性を表現した未発表の小説が募集されている。原則として、応募資格は、不問で400字詰め原稿用紙、換算10枚以内のものが募集され、 対象が一人選ばれ、賞金として30万円が贈られるが、過去に本文学賞で入選以上となった人に限り、400字詰め原稿用紙、換算30枚以内のものが応募でき、長編賞が一人選ばれ、賞金として10万円が贈られる。締め切りは例年1月20日。発表は3月中旬に入賞者に通知され、また、雪の町通信市場で、 大賞、長編賞及び佳作が掲載される。4月上旬に発行だホテルで受賞式が開催される。入賞、入選作品は、雪の街幻想文学賞賞品集に収録される。雪の持つ不思議さ、雪の持つ魅力、雪の持つ美しさ、雪の持つ厳しさ、雪の持つ非常さ、雪の持つ優しさ、雪の持つ史上、そうした雪の幻想性をテーマにした。 雪を感じさせる物語を募集いたします。雪降る季節にご応募いただき、春を待つ季節に審査、早春に発表いたします。年は受賞作の発表の年。企画集団プリズム旅の種旅行ガイド、小藤地本のいいとこどり電子書籍サービス。ABCD 第26回、雪の町幻想文学賞募集要項 AB 第20回、雪の町幻想文学賞。 第26回、雪の町幻想文学賞が決定しました主催、雪の町通信。第27回、雪の町幻想文学賞が決定しました主催、雪の町通信。ありがとうございます。